ロバーシュ文字表記モハーチは、ハンガリー・バラニア県に属する都市であり、ハンガリーの南端、ドナウ川の右岸に位置する。モハーチでは、二つの歴史的な戦いがあった、モハーチの戦いモハーチの戦いこの二つの戦いは、それぞれ、ハンガリーにおける、オスマン帝国支配の始まりと終わりの戦いであった。古代ローマ時代には、モハーチ近くのドナウ川沿いに宿営地が築かれていた。 中世ハンガリー王国の時代、モハーチはバラニア県の一部となり、オスマン帝国統治下ではモハチ三弱の一部となった。オーストリアがオスマン帝国よりこの地を脱出した後にバラニア県が再設置された。1910年のモハーチの人口は56,909人であり、うち21,951人はドイツ語話者、26,99人はハンガリー語話者。 4312人はセルビア語話者、421人はクロアチア語であり、この他に9600人がその他の言語の話者とされていた。毎年2月になると、町では、シャニク祭、武将やアラーシュが取り行われる。ありがとうございます。